皆さんこんにちは。モテ塾へようこそ。私はモテ塾塾長のミカミックスです。それでは今回の講義ときメモ4第4講やっていきたいと思います。夏休みが終了して、2学期が始まるんですけれども、多分ね2学期でね、まあ、新しいキャラが何人か出てくると思いますので、ここら辺の、ね、予定はまだちょっと開けておきましょう。まあ、もちろん登場人物が増えればデートの回数も増えて、でね、デートするとね結構体調削られるんですよ。なんか10くらいね持ってかれたような気がするんで、まあ、体調管理もなかなか難しくなってくるかなと。でとりあえず今週はどうしようかね。容姿を上げておきますか。今日から学校が始まるぞ。今月の小遣いは先月と同じ額か。21リッチ。三上くん。あ、星川さん。特技なんだけど、そろそろ見直した方がいいんじゃないかな。あ、そうか、2学期が始まったから特技の見直しですね。そういえばそうだね。それじゃあまたやろっか。うん、よろしく頼むよ。で、今回ね覚えたいのはこのその他で多芸ですね。コマンド実行時に能力が減りにくくなりますと。これ結構いいんですよ。この特技を覚えるので実践と。でさらにね万能っていうのがあって、まあ、60なんで、取れますので、コマンド実行時に能力が減りにくくなります。効果大と。これも取ります。で実践と。でさらに次に行くとね、全能っていうのを覚えて、コマンド実行時に能力が増えやすくなりますと。これはねかなりいい能力なんですよ。まあ、コマンドを選択すると、まあ、能力が上がるのは上がるんですけれども、まあ、下がるものもあるんですね。まあ、その下がり幅が減りますと。でさらにこっちは能力の上がり幅が増えるので、まあ、これで、ね、能力アップはかなりはかどるんじゃないかと思います。まあ、経験が足りないので全能は取れないですけれども。はい、お疲れ様でした。お疲れ。特技を生かして頑張ってね。うん、ありがとう。いやー楽しみだな。毎回毎回新学期ごとに星川さんとこうやって特技の見直しができるのか。まだ人は出てきてないですね。文系でもやっとく。あ、でも休日は運動するか。運動もやっぱ上げとかないとね。で、平日は文系と。あ、そういえば宿題が出てたっけ。どれどれ。うん、これは資料が必要だな。よし、図書室に借りに行こう。どこだろう。ここかな。あった、よいしょ。あった、これこれ。え、もしや手が触れた。あー、ごめん。もしかしてあなたもこの本探してたの。そんなことはなさそうだな。うん。あ、もしかして古文の宿題の資料。そうだよ。やっぱりね、あの宿題だとこの辺りの本が参考になるからね。はい、どうぞ持って行って。え、いいの。うん、私前にその本一回読んでるから、内容はだいたい頭の中に入ってるし、念のため確認しておこうかなって思っただけだから。そっか、それじゃあ遠慮なく借りていくね。ありがとう、助かったよ。そんな、お礼なんて構わないわよ。それじゃ私はこれで。あ、ちょっと待って。君の名前は。ここですかさず名前を聞くところがもう積極的だよね。あ、私？私は護道つぐみ。へえ、護道さんか。俺は三上翔、よろしくね。うん、同じ本を借りようとした男子ってことで覚えておくわね。それじゃあまたね。護道さんか、頭が良さそうで優しい感じの子だったな。見た目だけではわからないぞ、人の本質は。あ、星川さんがいるぞ。声をかけてみよう。おーい。あ、今から帰るところ？うん、星川さんも。そうだよ。あ、
せっかくだから一緒に帰ろうよ。やった、星川さんから誘ってくれた。うん、そうしよう。マーキー、お、この声はさっきの。ん、もうどうして置いてっちゃうのよ。ごめんごめん、だってつぐみの姿見えなかったんだもん。だから彼と一緒に帰ろうかって話してたんだ。彼？あ、こんにちは。あれ、この前の。うん？二人とも知り合いだったんだ。ちょうどよかった。こっちは五道つぐみ、私の親友なんだ。星川さんの友達みたいですね。あんたか。なんか態度が変わったぞ。え？まさかあんたが。え？え？最近マキにちょっかい出してる男子生徒がいるっていう噂は聞いてたんだけど。何？みんなにバレていたのか。あんただったのね。一体どういうつもりよ。こたと次第によっちゃただじゃ済まないからね。いや、どういうつもりもさ、こういうつもりもさ、星川さんただ落とそうとしてるだけだよ。違うよつぐみ、彼はそんなんじゃなくて友達で。友達？まあ友達だよね、しょうがない。マキは黙ってて、今私が話してるんだから。誤解だよ、俺は何も。誤解も6回もない。マキに近づくやつはただじゃ置かないんだから。ふっ、マキ行こう。ちょっとつぐみ、ごめんね、バイバイ。行ってしまった。一体何だったんだ。それにしても五道さん、すごい表現ぶりだったな。それだけ星川さんのことが大事なんだろうけど、そういうもんか。あ、いたいた。おい。ん？あ、星川さん、どうしたの？今時間あるかな。ちょっとお話ししたいことがあるんだけど。うん、大丈夫だよ。よかった。じゃあちょっとこっち来てくれる？なんだろう。もしかして。ドキドキ。ごめんね、こんなところまで来てもらっちゃって。ここ体育館裏って書いてあった。もしかして閉められるんじゃねえか。おい金出せみたいな。うん、大丈夫だよ。こんな人気のないところに連れてこられるなんて、ごっくり。それでね。うん、ほらつぐみ、こっち来て。え、あ、五道さん。はい、彼に言うことあるんでしょ。なんか気まずいな。つぐみ、わかったわよ。この前はあんたのことをよく知りもしないで怒鳴ったことは謝るわ。え？うん、偉い偉い。これは星川さんに何か言われたんだな。あ、うん、俺は別に気にしてないから。でもそれとマキのことは別だからね。え、ちょっとつぐみ、見てたわよ。あんたマキに連れてこられた時妙にそわそわしてたわよね。やばい、バレている。どうせもしかして告白されるかもとか思ってたんでしょう。そんなことないよ。まったく、これだから男は油断ならないの。あんたがマキを狙うのは自由だけどさ。そりゃそうでしょう。なんだよ、お前の許可が必要なんだよ。あんたの行いは私がチェックしてるからね。覚悟しときなさい。五道さんは俺のストーカーか。まあそれはそれでいいけどね。はい。ほらマキ、これでいいでしょ。いいのかな。とにかくみんなで仲良くしようね。そうね、みんなで。うん、そうだね。じゃあ私たち行くわね。それじゃ。一応仲直りができたみたいだからよかったのかな。今度情報を聞き出してデートに誘ってみようっていうことなんすよ。
じゃあ早速まずは情報を聞かないといけないんで、みやこちゃんに電話しましょう。もしもし、三上だけど。あ、何？あ、もしかして女の子のことでしょ。当たり前じゃないか。まず情報を知りたいと。いいけど、誰の情報を聞きたいの？これで、五道さんですね。ちょっと待ってね。教えるのはいいけど、悪さしちゃダメよ。デートに誘うことは悪さではないからな。五道つぐみ、3月2日生まれ。魚座の A 型、文芸部、155センチ。本を読むのが好きみたい。おとなしそうだけど怒ると怖いって。まちょっとツンツンしたキャラっすね、はい、こんな感じよ。まあ俺はね、ツンツンした人はあんまり好きじゃないんだけど、他にも聞いてみましょう。評価、評価はね、はい、こんな感じよ。まだまだだね、やっぱり。寂しい高校生活送ってるみたいね。ま、頑張りなさい。これ聞くたびに言われるのか。他に聞きたいことは？悲しいな。ま、あとは大丈夫なんで。また何かあったら連絡して。それじゃ。じゃあ早速五道さんデートに誘いましょう。仲直りしたんでね。こうやってすかさずね、チェックを入れるっていう。もしもし、三上ですけど。これから本読もうかなって思ってたんだけど、まあいっか。どうしたの？デートのお誘いです。そっか、もう4連休はさすがに早いからね。じゃあまあ10月に行きますか。じゃあ10月の初めの週と。まあ五道さんはね、まあ、静かなところが好きだと思うんで、まあ、まずは公園で行きますか。中央公園。よかったら来月の4日に中央公園に行かない？ごめん。おお。その日はちょっと無理なんだ。あれ。今度の日曜なら空いてるけど、その日じゃダメかな？いいよいいよ。それじゃあ今月の20日に中央公園で待ち合わせってことで。うん、わかった。じゃあ当日ね。遅れたら罰金ね。マジかー。遅れずに行くよ。それじゃあ。やった。楽しみだぜ。遅れたら罰金か。まあ俺遅れないからいいけどさ。9月20日だな。忘れないようにしよう。じゃあ今日は休日。容姿を鍛えるか。 OKOK。 でそこからの理系もちょっと鍛えておきますか。あ、メールが来てる。メルマガか。喫茶店。まあ、喫茶店ではちょっとバイトはしませんと。理系理系と。お、星川さん。今日は疲れたな。あ、星川さんだ。一緒に帰ろうと誘う。よし、誘おう。星川さん。あ、三上くん、これから帰るの？あれ、いつの間にか冬服になってんな。よかったら一緒に帰らない？え？うん、いいよ。それじゃあ一緒に帰ろう。今日は五道さんはいないな。そういうところはチェック済みだからね。もうすぐ文化祭だね。今から楽しみでしょうがないよ。そっか、文化祭か。そうだね、俺もいろんなところを見て回ろうかと思っているよ。それぞれの部活やクラスが知恵を絞って頑張って、青春って感じだね。そうだね。今年はどんな面白いものが出てるんだろう。ワクワクするな。本当に楽しみにしているんだな。俺なんか文化祭一回サボった気がすんな。なんか文化祭って休みの日絡みますよね。あ、今週は理系が完璧だね。すごいな。頑張った甲斐があったぜ。まあ、理系は苦手なんだけどさ。ふう、やっと休み時間だ。それにしてもいつ見ても大きな木だな。窓の外なんか見てどうしたんだ？さては体操着姿の女子でもいるんだろう。さすがだな、学ぶくん、よくわかっていらっしゃる。残念ながらいないよ。あの校庭の隅にある木を見てただけだよ。ああ、あの大きな木か。確か伝説の木って言うんだよな。学ぶ、知ってるのか？
少しはな。卒業式の日、あの木の下で告白して結ばれた恋人同士は永遠に幸せになれる、そんな感じの伝説があるらしいぜ。へえ、詳しいんだな。当たり前だ、きらめき高校の男子にとっちゃたしなみの一つだからな。ごまかすなよ、本当は伝説の木の下で告白するつもりなんじゃないか。バカ言え。でもわ、相手さえいれば考えてもいいぞ。マナブ君とかどういう人が好きなんだろう。それじゃあ永遠に無理。何を話の方こそどうなんだよ、伝説信じてるのかよ。ただしはね、モテそうだけど。信じるわけないだろう、ま、ほらね、興味ない。まだただし君は友達とバカやってた方が楽しいっていう、まあそんな年代っすね。お前のないやつだ。伝説か、卒業式の日に告白、目標にしてもいいのかな。でデートですね。五道さんと、まああんまりちょっと気は乗らないんだけどね。それじゃあ中央公園で五道さんを待とう。よし、時間通りに着いたぞ。三上、呼び捨てかよ。あ、五道さんおはよう。それじゃあ早速行こうか。しかもなんかやる気のねえ顔してるな。二人で並木道を散歩しない？いいわよ、まったりしたい気分だし。まああんまり活動的じゃなさそうだからね。ちょっと疲れたかも。ねえ、ベンチで休まない？いや、もっとさ細かく気を使えよ。言わせるなよ疲れたって。その前に大丈夫？疲れてないって。体力ないな、俺なんてぐったりだ。じゃあ何か飲み物でも買ってくるよ。まあここはこれですね。お、意外と気が利くわね。私コーヒーね。コーヒーか。こういうとこでコーヒー飲むんだ。割といい印象を与えたみたいだぞ。今日は楽しかったな。またどこか連れてってね。期待してるから。お、でも次回に繋がりましたね。じゃあバイバイ、またね。じゃあ今日は、あ、そうか、連休なんだ。連休だから体力がねめっちゃ減ったんすよ。90から78って。マジでめっちゃ減ったな。五道さんとデートすると疲れるからな。そりゃしょうがないか。ただね、バイオリズムが最高潮にあるんで、ここはね運動するか。また運動ってめっちゃ疲れんな。うわ、失敗した。あとは容姿か。この休みは容姿をあげる。休み明け学校に来たら、お、あいつなんかちょっとかっこよくなってないかみたいな。で勉強して。遅くなってしまった、早く帰ろう。おや、あれは。いや、女のくせにすかしてんじゃねえよ。なんだ、女の子と柄の悪い人が揉めてるみたいだ。助けに行かねば、ああいう連中とは関わりたくないな。まあここは男として助けに行きましょう。女の子のピンチなんだ、ここで行かなきゃ男が去る。よし、助けに行くぞ。よ、黙ってねえでなんとか言えよ。こんなやついんのかよ。ってなんか言ったか、おい。怖えよ、すいませんでしたよ。このワルオはなんでこいつに絡んだんだ。ダダダダダって、あれ逃げてっちゃったよ。お、俺の出番が。お前も仲間か。へへ、誤解されてるまた。え、いや俺は。はぁ、いかん、なんて鋭い眼力なんだ。ダメだ、俺にはあの力を受け止めるほどの根性はない。このままでは意識がバタ。そんなすげえのかよ。はっ、あれ誰もいない。どうやら気絶してみたいだな俺。あの女の子は一体何者だったんだろう。で、根性が足りないってことっすね。今日は27日か。もうそろそろ月が変わるので、マナブとただしに電話をしましょう。
何が分かった？分からん。身だしなみ。いいね。電話するだけでかっこよくなる。で、今日は日曜日。文系を上げていきますか、このまま。休みは運動するんだ。根性も上がるしね。で、容姿と文系を中心に上げていきましょう。で、運動は補助的に上げていくと。さて、次の授業は？なんだ誰かとぶつかったのか誰かとぶつかったかどうかもわかんないのあ、女の子、今ので転んじゃったみたいだな。ごめん、大丈夫？大丈夫。手を貸せよ。ほら、捕まって。こうやって手を握る。うん、うわ、断られた。よいしょっと。怪我とかしてない？転ぶのには慣れてるしね。そうなんだ。それよりこっちこそごめんね。ちょっと考え事しててぼーっと歩いてたみたい俺の方も平気だよ。そっか、それはよかった。もしもーし。ちーねえ。ごめん。ついじーっと見ちゃったよ。え、もしかして俺の顔になんかついてた？ううん。そうじゃなくて、君ってさ。はい。すっごーくかっこいいね。絶対そんなこと言われねえから。え？どんだけだよそうかな。そんなことないと思うけど。そんな謙遜することないよ。自信持っていいと思うよ。それだけ言われればさ、自信持つけどさ、実際にはこんなこと言われないからね。よくわからないけど、ありがとう。どういたしまして。なんかほのぼのとする子だな。あ、そうだ、せっかくなんで友達になってよ。しかも女の子の方から友達になってほしいと言われている。うん。ところで君は？いけない。まだ自己紹介もしてなかったね。私は柳文子。よろしくね。俺は三上翔。よろしく。じゃあそろそろ行くね。またね。元気な子だったな。このまたねーのさ、次回会うときはデートの時だからね。学ぶがいる。一回知り合っただけで次はデートっていうね急展開だよな、本当に。理系か。よしよし、理系は足りてないからね。で、お小遣い人。文化祭。今日は文化祭だ。さすが高校の文化祭、中学の時とは規模が違うな。いろいろな出し物があるみたいだな。楽しい文化祭になりそうだな。さて、どこから見て回ろうかな。誰か見学に誘ってみようかな。これは誘いましょう。まあ星川さんですね。この二人はまだ全然仲良くないし、っていうか星川さんはそこまでって感じだからな。評価見てみたところ、よし、星川さんを誘ってみよう。星川さんはどこかな。あ、いたいたってそんなすぐ見つかるんかい。星川さん、さすが高校の文化祭は盛大だね。見どころが多すぎて目移りしちゃうようん、そのことなんだけど、もしよかったら一緒に見学しない？うん、いいよ。友達が部活の展示で忙しいみたいで、どうしようかなって思ってたところなんだ。なるほど、護道さんはいないということか。そっか、それはよかった。それじゃあ行こうか。本当によかったよ。うん、楽しみだな。どこか見学したいところはあるの？全部と言いたい
ところだけどね。全部は大変だよね。うん、全部は無理かもしれないけど、できるだけいろいろ回ってみようか。うん、いいの？ありがとう。よし、それじゃあ頑張ってみようか。うん、じゃあレッツゴー。それこそさ、文化祭をさ二人きりで回ったらさ、噂になるだろう。満研、科学部、音楽室。音楽室がなんもねえな。こんなところ見学してどうすんだ。これで大体回ったのかな。そうだね。この教室は何かな。あ、そこは、え、何あれ、生徒会室か。ここは生徒会室。そうみたいだね。みんな忙しそうに走り回ってるね。そうだね。どうかしたの。あ、ううん、なんでもないよ。邪魔しちゃ悪いね。出よっか。あら、1年生かしら。ここは生徒会室よ。残念だけど、ここには何も展示はないのよ。あ、はい、間違えて入っちゃいました。すいません、すぐ出ます。文化祭楽しんでね。は、はい。生徒会長さんですね。今の人確か生徒会長だよな。なんか貫禄あるな。うわー、びっくりした。うん、それにしても生徒会の人たちってすごいんだね。ん？だって私たちが文化祭を楽しんでる間もああやって仕事してるんだもん。そうか、甘っ生徒会長そんなことしてたかな。うん、そうだね、感心しちゃうよ。だよね、ほんとすごいな。近くて言うとリサちゃんとむつみちゃんがめっちゃ苦労しそうだけどね。それでこれからどうしようか。大体見て回ったと思うけど。あ、忘れてた。ごめん、友達のところに行かなくちゃいけないんだった。部活の展示が落ち着いた頃に合流しようって約束してるんだ。本当にごめんね。うん、気にしないでよ。それじゃあここで。うん、お互い最後まで文化祭を楽しもうね。じゃあね。まあ星川さんと別れた後で何か楽しいことが待ってるかって言われるともう待ってなさそうだけどね。いろいろ回れて楽しかったな。最後は変なところに行っちゃったけど。生徒会室を変なところ呼ばわりしてるよ。失礼だな。じゃあまたちょっと宮古に電話して、今度は柳さんの情報を聞き出しましょう。もしもし、三上だけど。あら、どうしたの、わざわざ電話で。ちょっと聞きたいことがあるんだけど、いいかな。そうね、ま、幼馴染のよしみで頼まれてあげる。それで何を聞きたいの。女の子の情報を知りたい。いいけど、誰の情報を聞きたいの。柳文子と。ちょっと待ってね。教えるのはいいけど、悪さしちゃダメよ。よし、柳さんの情報をゲットだぜ。柳文子、11月18日生まれ。これは、なんだ、何座、カニ座。大型、放送部、152センチ。ほわほわ、癒し系の女の子。たまに校内放送で声が聞けるかも。あ、そうか、放送部だからか。しかもさ、放送部なのになんでたまにしか校内放送しないんだよ。もっと頻繁にやるでしょう、はい。こんな感じよ。他に聞きたいことは？あると。まあ一応変わってないと思うけど、評価も聞けるんで聞きましょう。はい、こんな感じよ。うん。寂しい高校生活を送ってるみたいね。ま、頑張りなさい。これからだ、これから。いろいろとね、女の子と知り合ったから。もう大丈夫ですね。また何かあったら連絡して。それじゃ。じゃあ最後にちょっと柳さんをデートに誘いましょう。もしもし、三上だけど。いきなりどうしたの。そりゃいきなりだよね。そう思うよね。いきなりどうしたのって言われていきなり誘うからね。じゃあちょっと11月の頭あたりに、ショッピング街かアミューズメントスポット。まあ、柳さん結構ね、ショッ
アミューズメントスポット好きそうなんだけどな。ショッピング街にするか、最初は無難に。よかったら来月の1日にショッピングに行かない？うん、いいよ。よーし、OK。それじゃあ来月の1日にショッピング街で待ち合わせってことで。はーい、了解です。楽しみにしてるね。遅れずに行くよ。それじゃあ、やった、楽しみだな。11月1日だな、忘れないようにしよう。というところで、じゃあ第4項で結構女の子が出てくるようになりましたけれども、まあ、これでね、女の子の数が多くなってくるとデートの数もね、ちょっと増やさないといけないので、まあ、どんどん大変にはなっていくんですけれども、これからが楽しみですね。それでは次回第5項の方進んでいきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。